二股クワガタ族は、昆虫甲甲虫目クワガタムシ科に属する、分類群である。学術名からへ、クサトゥリウス族と呼ぶこともある。オスの体長が100ミリメートルを超える種を含み、大型種の多い分類群である。オスの大顎先端が二股になっている、コトガ族は妙の由来だが、本族のすべての種がこの特徴を有するということでは、なく、 本属のみに該当する特徴でもない。四角和型族やノコギリクワガタ族に近縁のグループであり、前者と似通っているフォルスター二股クワガタや後者と似通っているビタリス二股クワガタなど、形態的にいずれの族に近い種もあるため統一性は低いが、学名のヘクサーサリアスが六説を示す通り、6つの変常節を持つ、触覚が本属全種に共通する特徴である。 オスはとても気性が荒い。メスは飼育下では産卵儀に産卵し、幼虫もそこで孵化、成長する。ただし、本属幼虫は発酵マットでも、禁止瓶でもよく育つ。主に東南アジアに分布し、日本には生息していない。かつて独立種として記載されたキルヒナアフタマタクワガタは、パリ二フタマタクワガタとマンディブラリスフタマタクワガタの自然交雑個体であり。 学名は、H.P. ペラーダキサスのシノニムとされた。また、アンドレアス・フタマタクワ型も、パリフタマタクワ型とリノケロス・フタマタクワ型の、交雑個体と思われる。主流に従い、ここは、H ・アンドレシーを含む15種としてリストする。フタマタクワ型続六説日より、ありがとうございます。